よいしょ、重たいっす。ついに買ってしまいました、トラクターコントロール S4。 でかくない？何なんだこれはって思われる方はいらっしゃると思うんですが、 DJ コントローラーです。 DJ って言ったらあれじゃないのと、黒いレコード盤をこの針を落としてこうシュッシュやるのが DJ なんじゃないのと、知らない方も結構いると思うんですが、なかなか進化を遂げてましてですね、 PCDJ っていうジャンルがありまして、レコード盤も CD も使わない、パソコン一丁だけあればもうできますってみたいな、そんな DJ のくくりがありまして、パソコンの中の DJ ソフトをなんやかんやいじくるコントローラーです。これは DAW とかね、曲作ったりする方はちょっとなんとなくわかると思うんですが、例えばこういうね、僕が持ってるミディコントローラーって言うんですけど、鍵盤の形してね、パソコンにつないでこう押すと音がバーって鳴るんですけど、これ自体が音が鳴るわけじゃないんです。音が鳴るのはあくまでパソコンの方で、そのパソコンの音を鳴らすために、鳴らしやすくするためにあるコントローラーみたいな。それの DJ 版のコントローラーを買っちゃったっていう話です。ちょっと開けてみましょうか。そんなフェアフェア言ってないで。鼻声で言ってないで。あのね、いいんですけど、このままなんですね。アップルさんと違って、このまま持ってこられました。宅配の方が。ここにベシッって、思いっきり納品処方がベシッって。貼ってあって、 MacBook とか買われた方は多分ね、分かると思うんですが、これと全く同じ大きさのぴっちりとした段ボールの側がついてる、の段ボールに覆われて、結構なんかそのままなんですね。こういうなんかね、シールとかが思い切りくっついちゃってるっていう、こういうのをやっぱり比べると Apple はすごいんだなと思いますよね。何の話？別にね、ダメっつってるわけじゃないですよ。これがこれ開けるまでのこのワクワク感っていうの、あれだなっていう、あるなっていう、ポーの方はまだあるなっていう、あれに近いですよね。ゲーム屋さんで、自分この話何十回もしようと思うんですけど、ゲーム屋さんでゲーム買って家に帰るまでのあのチャリンコのあの時の心理みたいな。今もう Amazon で買うとなんかその心理があんまないじゃないですか。ただただ待つのみみたいな、トラッキング情報をただただこう見つめるのみみたいな、お湯が沸くのをずっと見つめるみたいな、見つめたところ早く湧くわけじゃないんだけどみたいな、そういう状況ありますよね。そういうのとまたちょっと違いますよね。チャリンコで買って帰ってくるっていうのは、僕は今日はそのお話をしたいと思います。嘘です、そのお話はしません。別にイエスガッファッカデゲーデッデレー、あれこうだね、こっちに開くタイプだ、モビエン、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ちょっと中身からじゃあ見ていきましょうか。内容物はですね、トリセツ、ステッカー、キーボードのショートカットが書いてあるチャートシートみたいな、なんかそんな感じの。チャートシート？なんか違うかな、言葉が。シリアルナンバーが書いてある紙。本体とパソコンをつなぐための USB ケーブル。あとは本体とこっち側が30ピンドックコネクターになってる USB ケーブル。なんでこんなもんが入ってるのかって？ちょっとこのお話はまた後で。電源関係。見たことない形のプラグとかが入ってる。これを好きなやつにこう入れ替えてくださいと。自分の好きなやつに。自分の好きなやつじゃないね。自分の家で使える、家、国で使えるやつにしてください。好きなやつで言ったらやっぱりね、好きなやつっつったらどうしたってやっぱこれになっちゃうな。この何？このなんか、しょんぼりみたいな。この口からこのなんか種を吐きそう。さあ、ちょっと置いといて。で、もちろん本体でございます。お、綺麗。こんな感じのツヤツヤボディ、かっこいいボディ、言いたくなるんです。このボディを見ると、このかっこいいボディって言いたくなるんですよね。僕の大好きなあの社長のおかげで。ネイティブインストゥルメンツっていう会社が出してる DJ ソフトがあるんです。その DJ ソフトを作ってる会社が、その DJ ソフトを専用に作ったコントローラーが、トラクターコントロールシリーズっていうの。まあ、コントロール S4 なんですけど、これは。一個下にですね、S2 っていうのがありまして、よく想像する DJ のこの左と右にっていう感じで、二つのトラックだけ、いじりやすくなってるようになってるやつが、トラクター S2 ってやつで、トラクター S4、これね。トラクター S4 だと、さらにもう一個ずつ増えて、4曲一緒に流せるんです。で、さらにもう一個上にですね、ちょっと最近出ました S8 っていう。8トラック同時にいじれるっていう、そういうわけじゃなくて、くるくるがなくなっちゃって、なんかここにね、液晶がついてる。すげえなんか。すげえマシーンがですね、それが出まして、それはね、もうアホほど高いんで、これのね、倍ぐらい値段します。僕は中くらいのこれにしました。USB をつないで、いろいろつなぎました。うちのスピーカーにつなぐ赤白ケーブルと、あと、電源ね、なくてもいいみたいなんです。USB このバスパワーでね、動くみたいなんですけど、電源入れないと、ピッカピカ LED 的なのがですね、光んないみたいなんですよ。ちょっと試しにやってみようか。ほらほらほら。この辺のね、ボタンのこれがつかなかったりしてるね。これはちょっと寂しいから、やっぱ、外部電力使おうよ。この辺が、醍醐味らしいんで。お、あ、ちゃんとスピーカーにつないだのも出るね、音が。僕こういうのあんまやんないけど、
というわけでこんな感じのことをですねできるようになりましたと。面白くないですか、ちょっと。そんなお話でした。なんか久々にでかい買い物しました。ネイティブインストゥルメンツから出てる PCDJ コントローラー、トラクターコントロール S4 でございました。来たる2015年4月4日にですね、秋葉原バーキン屋でですね、スタジオオープン14時半からですね、YouTube の人たちを集めて、僕、あやたくん、で、ひろきくんの3人で DJ とですね、あと関口あやみさんのライブステージ、ミニライブステージとか、まあ、あと他いろいろなんかいろいろやるようなですね、イベントそのままオフ会を開きますので、もしよかったら遊びに来てください。と、宣伝でございました。さらば。